はい、どうもみなさん、じゃあ、千代田光です。なんかの、覚えて帰ってください。ということで、今回ですね、鬼ヶ島、打ち入りジンベイ、100レベルになってからまだ動画してなかったんでね、今回お見せしようかなと思います。はい。最強のディフェンダーですね。今回僕が使ってきた編成なんですけども、もうカチカチにしました。まあ、スキル短縮とか、いろいろ悩んだんですけども、まあ、結局そのダメージカットがすごく優秀なんで、まあ、それじゃあ 100% にしてあげよう、してあげようということで、このメダル編成にすることによって 100% ダメージカットが取れています。はい。で、割合はですね、攻撃70、防御が、70プラス160という風になっておりますね。はい。まあ、しっかり、攻撃力に振ってあげることによって、もう相手も、もう、なぎ倒していく。能力者に関してはもう、めちゃくちゃ強いんで、この人。この特性でね、ね、能力者のアーダコーダがあったりとか、まあ、受けるダメージ減少とか、あとはね、この鬼瓦聖剣、まあ、これやってる時、まあ、ほぼ無敵状態なんですよ。で、これで体力回復もつながりますし、しっかり敵を倒すこともできるんで、めちゃくちゃ強い、ディフェンダーです。あの、敵をなぎ倒すことのできる、返り討ちにできるディフェンダーなんで、本当に有能だと思います。はい。で、キャラタイプはですね、アタッカー、ゾーン系、新世界、麦わらの一味と、なっておりますと。で、裏はね、実はね、最近80レベルにした、ロンメルをちょっと使ってます。はい。ロンメルの出番もちょぼっとだけあるんでね、2連戦楽しんでいってほしいなと思います。それでは、第1戦目から、どうぞ。さあ、ということで、続けて第2戦目、ヒルバラディですね。頑張っていきましょうか。まあ、さっきは結構オリンがいたんで、まあ、そこら辺の強みがね、すごい活かしたんですけども、彼の 80% 以上っていうのがね、まあ、オリンいない環境でも、まあ、環境というか、まあ、この試合でも、やれるんだぞっていうところね、お見せしたいなと。まあ、C 取ってくれたんでね、早めに行きたいですね。二陣目は無視で、もう行きましょうか。やばいやばい。やっぱゾロ、アタッカー4ってえぐいな。任せろ。はいはいはい、もう大丈夫ですよ。ちょっとさ、本当に、離れてくんない？さっきはね、ミドシャンが多かったね、厳しかったんですけど。さすがに。鬱陶しいね。構えよう。逃がさない。逃がしたか。まあ、しゃあねえな。オッケーオッケー。じゃあ、100% にしといたらこっち行こうか。オッケーオッケー。ナイスやね、ヤマト。あとは任してくれ。80% 溜まってしまえば、カイドウなんて何も怖くないんでね。じゃあ、最低、ワン、ツー、よいしょ。オッケーオッケー、もう大丈夫。よろけ向こうがつくんでね。え、今のジャスちゃいますか？マジか。逃げたか。あれがいっちゃうんかいな。落とそうか。よいしょ。あとこれでワン落ちか。カウンターやろ。カウンター落ちたよな。はいはいはい。もう効かないんでね。後らしいんで、全部。シャンクスは。真ん中はね、ちょっともう任したね、味方に。捨てようか。オッケー、ナイスバッケ、ナイスバッケ。危ない。俺も構えよう。よいしょ！ナイス！もう体力満帆っすからね。来たな、マム。絶対勝たれんからね、マムじゃ俺には。はいはい、苦しくなったね。眠りへんへん。ワン、ツー。ブルゴラやんな。ムラサメ。はい、これですよ、か。ね、クソ強いでしょ。はい、構えて。鬼草瓦聖剣。ここカイドウ。カイドウもキングも釣られてるら。効かない、効かない。もう無理なんでね。突破できません。勝ちました。はーい。8303と。はい、ということで、2戦目見ていってもらうんですけれども、いかがだったでしょうか ?1 戦目。めちゃくちゃ強かったでしょう。もう余裕なんですよね。キングとか、カイドウとか、オリンとか。まあ、そこら辺に強く出れるので、まあ、本当に優秀で、まあ、有能なディフェンダーですね。まあ本当に味方が抜いてくれればね、まあこの人がね、場面を切り開くっていうのは無理なんですけれども、
まあ、本当に、そうやって、まあ、さっきね、ヤマトが敵の二次目抜いてくれたんで、まあ、そういう風に抜いてくれれば、もう、あとはもう任せてくださいと。絶対守り抜きますと。で、この鬼ヶ原聖剣、チャージ時間、非常に長いです。多分、ロジャーより長いんじゃないかな。ちょっと、詳しくはやってないんで分かんないですけども、まあ、なんで、敵のその、ね、カウンター構えたらこっちも構えといて、バシコンみたいな、返り討ちもできますし、まあ、本当にいいですよ。で、しっかり回復性能もあるんで、いいディフェンダーです。今こうやってミリですけれども、結局ね、コンバ回復もできるし、まあブーストも来るんで、まあ一体落ち着いてね、まあ全員今瀕死の状態なんで、オリンがやられても、まあ僕が絶対にいるよっていう風にね、しとかないと、ちょっとこれやれてしまうんで、もったいないですよね、本当に。うん。で、まあ、この人の、まあ、弱みといえば、まあやっぱり、シャンクスとお宝エリアが8割ない状態です。8割ないと、カイトもきつくなっちゃう。それは、まあまあまあ仕方がない。うん。まあ、そこちょっと、依存ではあるんですけれども、そこを、そこのなんかリスクがあったとしても、もうお釣りが来るぐらいに、マジで強いです。この人は。半端じゃないです。で、ここからですね、シャンクス2体来るんですよ。そこが、まあ、そのジンベイの弱みですね。今、お宝エリア8割ないんで、よろけ向こう取れないんですよね。だったらもうこういう風に、もう殴られ放題ですよね。でも、結構ね、ほら、抑えられてるんですよ、ダメージ。すごいでしょ、これ。こんだけなんで、なんか、まあ、時間は稼げるしね、全然。で、やっぱ、タゲが向かないってのは厳しいんですよ。ここで、確かね、僕は、なんかすんのかな。あ、そう、鬼瓦聖剣やるんですけど、これがね、向いてくれないんですよね。まあ、仕方がないんですけど、あとはまあ苦し紛れに、やりない村さんに打って、まあでもシャンクスここにね、2体こんだけ引き付けられてるのは大きいですし、まあ、できればね、ブーストを乗り越えてあげたかったところありますけれども、まあでもここから、裏のロンメルが控えております。はい。ロンメルがですね、主役の動画も、撮ろうかなと思ってるんで、まあもう少々お待ちいただけたらなと思います。はい。いやー、マジ強いよね。ここもだってピシュポーンって四角外からね、来てね、で、かまいたちでワンパンと。いや、爽快感がね、凄まじい。めちゃくちゃ好きです、僕、このゲッター。ゲッター界隈の中でもうトップクラスです。で、飛んできても、ね、気絶入れて、スパッパッパンと。状態異常が入ってくれるんでね、キングも、まあ、あんま怖くないと。で、ラスト数秒は、ロンメルが溜まったんで、適当にぶちまいて、最後は切り裂いてやるで切りつけて、フィニッシュと。いや、ロンメルの爽快感半端ないです。はい、ということで、ジンベイいかがだったでしょうか。あ、本当に強み、弱みっていうのをしっかりお見せできたと思います。まあでも強みの方が大きいんで、この人はマジの当たりです。マジ当たりディフェンダーです。青界隈っていうかもう、全フェスゲンディフェンダーの中で僕は最強だと思います。フラノス系も、フラノス系じゃない、フランキー将軍も、いますけど、まあ、ゲッターにしか強くないんで、意外と柔らかいんですよ、こいつ。シャンクスとかあんなに耐えれないんで、もうこう意外とペラペラ。なんで本当に、ジンベイ最強です。マジで強いです。まあ、なんで、ね、もし持ってる方いらっしゃったら、100レベル目指して育てていいと思います。能力者に対しても強いんで、まあ、これからね、まあ、ニカとか、ま、いろいろ、出てくると思うんで、まあ、そこら辺もこう、粉砕していける、この能力者狩りの、鬼ヶ島打ち入りジンベイ、本当におすすめなんで、ぜひよかったら育ててみてください。ということで、今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。